のり画風を見ると全く対照的なところもあってですね、はい、その辺りのまあお話を伺おうと思っているんですけれども世界を回ってこられたような感じで、はい、いろんな絵といろんなものが置かれているんですけど、はい、やはりあの海外で取材することが増えたはい学校にまだ勤務している頃も、はも、い、休みを利用して取材には出かけておりましたけど。はいはい まあ退職してからは、はい、あの時間の余裕もできましてですね、うん、いろろんなところをまあ取材してて回っております、はい、もともとあのピカソを尊敬しておりましてですね、はいはい、でぜひスペインの方に行って、はい、あのそのピカソが見たその色っていうのを生で見てみたいということで旅行したんですけど、はい、帰ってからは割と素直にその向こうの色を使い始めて、はい。はいはい 周りの方が色が変わった絵が変わったっていうご指摘を受けまして自分ではあの割と素直に描いていってるつもりだったんですけどいやあの、うん、家族の絵にしてもあの、はい、とても表情伸びやかであもう人生を謳歌してるっていうのはもう本当なんて言いますか あののの絵絵は私の一つの資金石になった絵ですやっぱり初めてヨーロッパに旅をしてですね、はい、そしてその感動をどう表現しようかなっていうので、はい、どういうテーマでやろうかっていうなんかあの先人の方々はいろんなテーマで書いておられますけど僕自身はそのある家族の,その踊りとかフラメンコとかそういうものを通じてですね、はい でちょっとあの感動を受けましたのでこれをちょっと表現するにはどうしたらいいだろうかっていうことでやってみたんですけどあの失礼な質問かもしれませんがどうしても絵キャンバスに向かってどんな絵を描こうこんな絵を描こうといろいろ考えたりするわけなんですけども、えーえー、その信晶さんの作品を見ているとこう、はい、割と感じたままをスポーンと出しているように。 思ったすするんですがそうですねだからこれはちょっと叱られるかもしれないんですけど、はい、あんまり構図全体の構図をカチッと決めるっていうことはあんまりしないんです、うん、私は。でじに下書きはしないですね、はいはい、他のにちょっとこうり書きでやってみて、はあ、登場人物をどう配置するかっていうぐらいのことをやって、うん、それから木炭で大雑把にこにポジションを決めていって。はいはいはい でそれ決まるともう完成までの色っていうのはだいたい頭の中で出で,できてますのでまあその色に近づくように後あとは置いていくっていうそういう手法ですけど、ね、なるほど、えー、あのどちらかというともう心の赴くままに描いていくという<あ> <laughs> まあそんな感じです大下さんはあのまた信晶さんとはちょっと違った作風なんですけれどもやはりその。 写実に対するこだわりというのが終わりなんですかね。あ、写実に対してですか。あの、写実的に書けば書くほどですね。はい。まあ、画面の中にこう、まあ、引力じゃないですけど、なんか、そういった作用ができると思うんですよね。はいうん、うん。で、まあ、見る人を絵の中に引き込むことができ、できて、そこで、まあ、会話ができるというか。うん,う,んうん。そういう風な作品にしたいんですよね。うん。うん、では、どちらかというと、こう。うんうん 見る人を引きつける絵を描こうというところに写実というのがあったと言った方がいいんですかね。あ、そんな感じですね。ええ、うん,うん、かちょっと苦手な部分もあると思います想像して描いて、それらしく見せるとかいうのはもうなかなか形にならないというか。うんうんあ,ある時はやっぱり自然の、うん、まあ事故ま捨ててまあ自然の形とかですね、色を取り入れた方がまあ絵になるというか。 うん、で、まあ自然のこう部分的に見ると、実は抽象的なんですよね。はい、その連続ですから。はいはいはい、よくわかります、ね。あの、結局、まあ、覚悟はもう飽きないというか。はい、で、まあ、結果的に見る人も開けることなく、作品に見れるんじゃないかなと、うん。はい、思います、ねはいはい。いや、あのー、まあ、単純に写実というよりはですね。私あのー。 大下さんの作品を見たときに、ええ、もう最初キラキラするようなものが、こう感じられて。<ー>この色の強さって、どっからくるんだろうとか、思ったんですね。ええ、それと、もう一つは、あの、なんというか、吸い込まれそうなというか。気持ちが沈んだ人がか見、うん、疲れているとかですね。そういった人に見てて、テーマ。その先に、こう、希望の光じゃないですけど、それを見えたら。覚悟<ー>もう嬉しいな。ね、うん、感じてもずばれ嬉しいなと思いますね。うん あの藤島さん、まあ、美術連盟店で原田さんの作品とか見ていらっしゃると思うんですけどなんていうか感じたこととか印象に残っていることってありますかそうです,、ね、すごく引き込まれるのは何でだろうってずっと思っててでこう立体感があるようでない絵が、はい、多いというか、うん、一つ一つは立体感があるのにこうパッと見るとすごく平面的というかちょっとそこの不思議さに引き込まれるのか。うん うん、でもう嬉しいですそう言って言われたら<あ>それが目的なんです<あ>私の。うん、だからごごめ画面構成をする時も、うん、ただ影があって奥行きがあって、うん、っていうんじゃなくてそういう面白いところがあったっていうのが言われて嬉しいんですよ私、うん、それが狙いあ,あ,あえてじゃあ立体感をなくしてるわけですかれた時に 自分が思い浮かべるのはやっぱり日常性というかうあの失礼な言い方かもしれませんけど主婦感覚それとやはりあの色がある意味こう泥臭くなる前で止まっているあ,<ー>ある種こう綺麗で爽やかな部分とちょっとその言葉はよくないですけどこう山口県なりその土臭さを感じさせるところとのその、ね、ちょうどはさかいみたいなところで。 うまくバランスててるなと思ってやっぱりハーヒールっていうのはちょっとおしゃれっぽい、うんうん、そして女性的、うん、だけどあんな木なんかはどこにでもありますじゃない、うん、それを束ねただけのことであるんだけど、うん、それが横にこういくと面白いかなと思って持ってきたハーヒールはなんかモダンで楽しいかなと思ってぶら下げて。 はい、決してあの,あのぐらいの紐ではぶら下がらないんだけど絵だから <laughs> いいかなと思って <laughs> いやいや構成にやっぱり意外性があると思いますね意外性があるっていうのが、うん、あの大事なとこみたいですね新はまあ今後ですねこのような絵を目指していきたいとかこんなことをやってみたいとかいう,こう夢というかあの自分なりの目標みたいなものおありですか いや別にそれほど大きいあれはないんですけど、ねはい、まあ元気なうちは少し、はい、もうそれほど大きくなくてもいいかなと思って少し小さめであ、はい、あのこだわって描いていいみたいなもう自分の世界をこうどんどんとこう広げていくというか作っていくようなですね。はい いやこの間、ね、あの練習風景見ていて、はい、磯島さん比較的あの俳優さんにもお任せじゃないけどかなるあれですね演出にもいろいろあると思うんですけど私、本当に役者さんにも丸投げする方なので、うん、好きに動いてとか、うん、なのであの役者さんによってはちょっとあの戸惑われる方がいらっしゃいますね、うん、やっぱりそのちゃんと指示してくれないと困りますって言われたこともあるので。うんうん そういう時はすいませんって言います。<laughs> いやいや、でもあの世界のビートたけしさんもそのような演出をされるって、もういこうのもにやってよっていうぐらいで、<laughs> はい、そうですね。なんか、はい、あの。 私のやり方としてその,その人の個性っていうかその喋り方とか雰囲気とかそういうのを最大限に生かした芝居を作りたいいなっていうのはあるんですよ、うんうん、お話聞いてて面白いなと思ったのはあのジャズの即興演奏を聴いてるような<ー>、はい、だからそれなりに自分でやりたいことがあってそしてそこで「俺はこういうのやっちゃうぜ」みたいなの割とあのこうどんどんやってみなさいって感じで。 そうですねだからあの例えばそのプロの役者さんとかの脚本家さんでもその脚本書いたの一言一句間違えちゃいけませんっていう脚本家さんもいらっしゃれば「いいよ少々は」っていう方いらっしゃるんですけどまあ私はその「いいよ少々」の方でうん、うん、ただキーワードになる言葉は絶対それは外さないでねってそこを抜かしたり間違えたりしたらちょっと注意するけどあとは大体のニュアンスが。 伝わればいいよっていう感じで人にとよって持ってるリズムがあるのでしゃべるリズムとかそういうのをあんまり壊したくないんですよねなので好きにしゃべってくださいって感じでで人のそのリズムが出ると特にちっちゃい劇場でこういうところで芝居をしてるとあんまり型にはまった芝居みたいなのをしちゃうと面白くないんですよ。そうですすね、わかかりまだら うーんみたいな返事もあれば、うん、うんうんみたいな返事もあればそういうのがこの人としての個性が出てくると芝居として生きてくるので、うん、なんかそれははもうお任せしてますね私は、うん、ある程度夢見切りをつけて帰ってこられたり、うん、でもちょっと夢捨てきれないという方、うん、すごいたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方の受け皿になれたら、うんうん、いいなと思うんですよ。でそういうい、うん 受け皿ができると、まあ、どんどんそういう方も帰ってくると思うので,、うん、でそこからまたちょっといろんなものがこうできる素地なんかあの地合いができてくると、うん、あの芸術方面でもう底上げができるのでもう多分人口も増えるし <laughs> 街も賑やかになるし <laughs>、はいはい、楽しくなるしね、はい、なんか、うん、あの娯楽が映画だけとかそ,の、うんね、そういうのって。 ねうん、東京から来るものばっかりっていうのがちょっとね、うんはい、なんかこう、はい、嫌なので何、はい、だったらその東京から見に来れるものをこう、はい、作れればいいなみたいな、うん、それは私がやることじゃなくて、うん、まあ後から出てくる誰かがやることかもしれないんですけどね、うん、そういう,こうなんかみ道筋みたいなのをこうつけていけられたらいいな、うん これはだかもともと生きていたお花で大体ピンクが主流のお花なんですけどそれをピンクの色目を抜いて新たにこういったオレンジ系の色を入れたりとか、うん、ああなるほどそうか確かにオレンジのバラってねあんまり見ないですよねあんまりないんですかいやオレンジはありますでも黒とか青とかはないので。はいで 濃い色から赤い色のバラを抜くのはちょっと大変なので、もともと薄いピンクとか白の色を一度抜いて新たに違う色を入れるという形になります、はあ。抜いて。はい。これなどは何をイメージしてーらですか。こちらはですね、もう生かではあまりできない感じで、こう立体的にするためにワイヤーを下から組んでいて。 それにこう沿わせてデザインを作ってるんですけれども、うん、なんかこう空洞になってるのでそれこそこうちょっとアルマ的なものを入れてプレゼントしたりとかギ、うん、フト的にあの例えばこう焼き菓子を入れてあのプレゼントしたりとかうそうですね、はい、確かに空間を楽しんでもらうデザインになってますねうやっぱそういう話になるともう本当オブジェだなって思いますね,すね、えー、形を楽しむとか、はい、空間を楽しむね うん、なるほどじゃあ今までのいけばなとは違ったもうアプローチを大東さん的にはもうそうですねこうもともと聖火だったんですけれども、うん、でもこう聖火ではないじゃないですか、うん、なので新たにこう命を吹き込んで、うん、こう命あるようにこうみずみずしさがあるデザインのものを 作っってていいきたいなとは思ってます、うんまあ、色が自由になる、はい、でこう形もまだまだそのね無限,にうん限られてるかもしれないけど <laughs>、うん、これから無限になっていくんでしょうね。ないものは作ればいいっていう発想でうこう器がダメならこうワイヤーに沿わせて作っていけばいいとか思いますね。自分が作った人にすれば こうそこに込めた思いが何年か残るっていうことになりますね思いを形にって思ってるんですけれども教室の方にしてみれば、はい、自分がそこにこう何かこう、まあ、例えばお孫さんなりを考えながらこう作ってお孫さんの誕生日とかにあげたりするとそれは。 まあ成果とかいうよりはどちらかというと絵画とか彫刻に近いようなそうかもしれないですね表現になっていくっていうことになりますよねいつもだったらピンクを使うけど今日は友達のプレゼントだから赤にしようかなとか、うん、その方をもう割れながら作られてるのがとても素敵だなと思いますなんというかプリザーブドが あの成果の代わりとかっていうよりはもうプリザ,ーブ,ドプリザーブドはプリザーブの世界でですね、はい、紫になったもみじくとか <laughs> そうですね、えー、そのうち出てくるかもしれないですよねですね、うん、紫陽花がこうとんでもなくカラフルとかあグラデーションの紫陽花いっていうのはもうすでに出てくるそうなんですか、はい、そんなもので室内がこうね展示されているとかこう家に行ってパッと出てくると 奥様がその <laughs> ね花を背負ってバンと出てきて「ね、ここは宝塚か」みたいなそういうのができてくるっていうか、ね。かもしれないですね。 夜のイベントになんかこう新しい仕組みができたらいいなと新しい仕掛けができたらいいなということでランプだったらなんかそのきっかけができそうだなというと、はい、いうのが始まりですね。はいはい、あよくあの現代人は癒しを求めているっていうふうに言われますけどやはりそういうところがあるんでしょうか あると思いますねあのーうん、まあ led もいいんですね、うん、それは今こう前世ですけども、はいはい、逆にそれがこう多くなればなるほどなんかこう炎というかこの戻ると言いますかねそれもいいのかなというのもきっかけだったですねランプっていうのがその炎がこう揺らぐというんですかね、うん、あれやっぱり独特の雰囲気ですね、うん、そうですねそう言っ、ね、てしまうというか、うん 本当にあの私もよくこう何時間見てても飽きないなっていうことを言われたりするんですけどやっぱり実際そうですかそううでですす、ね、か、あのー、一番僕私も好きなシーンが、はい、好きな音楽がかかってて、はい、ランプがあってお酒があって、うん、ちょっとぼーっとしてるっていうのが、はい、いいですよね、はい、個人的にも。はいはい、なるほど 私こんなこと言ったらあれなんですけど藤井さんといえばどちらかというとあのピエロのピーちゃんの方あうを <laughs> はる、い、とういうか全くその逆の取り組みというかそ,うです、ね、そこにはやっぱりあの藤井さんご自身の心境の変化がああの。そうですねピエロのピーちゃんってもう十何年やって。 国体のあの「きらら白の頃とか国分祭とか国体とかそのこういろんな節目節目でいろんな関わらさせていただいてで違ったシーンもいいのかなと思ってランプっていうのもあったんですよ。わっとやってるのもいいんだけどもさっきのおっしゃってたちょっと落ち着いたゆったりした仕掛けの立場っていうのもいいのかなと。 富良野塾のノクターン、ちょうど雨が降ってたんですね。で、夜の公演が終了後、雨が降ってて、うんうん、お客さん、皆さん傘を持ってらっしゃる。はいはい、で、そこに、こう帰り道に並べてたんですけども。そのシーンなんか、すごい、なんか、こう見てる私も良かったですね。傘を差しながら。傘をさしながら。そう、壁っこで、ね、でランプを見ながら、帰っていらっしゃる。<laughs> あの写真を持ってた、<laughs> 大切にしてるんですけどね。<laughs> あ、そうですか。 じゃあその富士山の中ではこうお客様を喜ばせるという面ではピピエロのピータののこランプも今のお話しさせてもらったそのこう喜んでいらっしゃるのをこう、うん、後ろから見てるとかです、ねうん、それをこう仕掛けてる自分がこう皆さんに良かったなって思っていただけるような感覚はピエロと一緒かもしれない場独自の 独自のランプいろんな方々とのこう寄せ集めというかそのこう力の出し合いでなんかこう新しいものができたらいいなと。うん